今回ご紹介するのはフィッシュ15カスタム入門艇にもぴったりの一席です。タコメーターアワーメーターとありますが、アワーメーターの方は、今壊れております。こちらがキャビンの中です。釣り道具やちょっとした小物を置くには十分なスペースとなっています。全体的に年式相応の痛みはありますが、 FRP 等はしっかりしています。こちらがイケスですね。こちらがイケスです。こちら大きなイケスがついております。こちらはガソリンタンクですね。ボート中央には20リッター入るガソリンタンクが備え付けられています。こちらのアンカーとロープは、こちらのアンカーとロープは、船をご購入いただいた際に付属するということです。中にもちょっとした船体後方にはバッテリーを収納するちょっとしたスペースがあります。スペースがあります。ちょっとした小物を入れたりとかですねっていうのは可能になってます。こちらの船には、ヤマハ4ストローク40馬力のエンジンが搭載されています。10年ほど前に新品のエンジンと交換されたそうです。一発始動です。エンジンも順調、快調そうです。エンジンも定期的にメンテナンスされているそうです。こちらアワーメーターは壊れているということですが、タコメーターの方は少しエンジンを回してみましたが、とても静かで順調です。入門艇にもぴったりじゃないかと思います。エンジンもとても静かで快調です。チルドの状態を確認しましたが、上げ下げともにスムーズに動きます。ハンドルも油圧で非常に滑らかです。油圧ステアリングがついておりますので、軽く簡単にハンドル操作が行えます。バウレールもチェックをしましたが、ぐらつきもなくしっかりと固定されております。たくさんの備品がついておりますが、これは後からオーナー自身が付けられたものですので、簡単に取り外すことができます。航海灯もついてますね。定員5名のフィッシュ15入門艇にいかがでしょうか。